おはようございます。ジレと申します。今回やっていくゲームはこちら、彼女。とてもいいゲームですね。こちらのゲームはですね、かなり昔に僕がかなり前のパソコンでやってた僕と彼女というゲームなんですけど、その作者さんのゲームとなっております。僕と彼女の作った方がね、アンピースクール MV で彼女という作品を作ったっていう感じですね。 MV のゲームはね、今回このパソコンで初めて実況していくんでね、よろしくお願いいたします。コントローラーがね、反応しないですね。ふっ、このゲームには一部驚かしグロテスクな表現を含みます。マジ？それは知らんだな。皆さん、ホラーゲームですよ。起きて。おや、起きて。ほら起きて。あ、こんなところで寝ないの。ほら起きて。まだ寝かせてあげないんだから。めっちゃホラーじゃん。開幕からぶっこんできましたよね。怖っ。僕と彼女の時もさ、結構怖かったもんな。確かに。え、今回怖くない？ん？あれ？おー、MV のグラフィック。俺なんでこんなとこで寝てるんだ？いた！うわ、ビーって聞こえる。モスキート音。なんかクラクラする。頭痛いな。さ、俺、酒臭いな。もしかして夜露でここで寝てたのか？今何時だろう？暗いな。夜中か。電気はついてないの？お、歩いてますね、勝手に。あ、電気今つけに行ったけど、つかないっていうやつか。つかない。停電か？困ったなぁ。目が慣れてきてて、これじゃ見えにくいなぁ。まあ、ベッドに戻るぐらい大丈夫か。てか俺、リビングで何してたんだ？あ、歩ける。おーっと、慎太郎？おー、セーブ、アイテム、オプション。武器、防具。ここは多分 RPG 作るのやつだから。これアドベンチャービームなんで、多分ね、そういうのはないと思うんでね。走ったりはできんの？走ったりできないね。うん、走ったりはできない。赤い薬とかあるけど。皿。ね。なんか MV になるとこういう感じでちょっと丸みがありますね。ビールとかもあるし、酒飲んでたんだろうな。あ、こんな感じなんだ。へぇ。窓。なんか怖いな。開幕のあれ結構聞いた。光ってる。これは調べてるっていう感じなんかな。ん？ああ、来た来た。あれ、いない。あ、わかりやすいね。調べるとこ星なのは。他のとこは調べてもメッセージとか出ないのかな。あいつこんな感じでどこ行ったんだ？トイレか、あいつ。あいつは多分その最近の彼女のことなんだろうけど、あの開幕の顔どうなってん？え？なんか落ちたよ。あ、他のところは調べたりはできないのかね、これ。ああ、一応できるみたい。数値はジェクトに包まれている。中身は空だ。なんでこんなに空瓶があるんだ？そうだね。めっちゃ飲んでんね、酒ね。他のところも一応調べられるっちゃ調べられるのか。縄。こんなもんなんでここにあるんだ？本当だよ。なんで縄があるんだよ。なんだ？いきなりなんで落ちたんだ？本当だよ。おお！いいねえ。写真だったか？確かこの写真。うわ！え？キャッ！いってえ。すみません、大丈夫ですか？あ、私くらい薄めしてて、おけがないですか？ああ、本当にごめんなさい。お手をどうぞ。初めて出会った夏祭りの日。って、今思い出に浸ってる場合じゃないな。彼女を探さなきゃ。自分で彼女って言ったらダメでしょ。何自分で自分の彼女って言ってんの？まあ、要は多分さっきの
さっきの、しっかりしろ LED は。さっきのあの写真のが彼女ってこと、その彼女を見つけに行くって感じなんかね。いや可愛かったね後ろね。はいはい。あ、いる？いたよ今。鍵がかかっている。なぜそっちに行ったんだと誰もが突っ込むけど、僕は相手行ったよ今。いない。うわホラーだなこれは。怖いな。クマちゃん人形いっぱいあんな。暗くて見にくい大学のパンフレットらしいものがある。女性物の雑誌ってことは、これはその彼女さんの部屋ってことか。ペアリングだ。おお、ちょっと急に雑になったんだけど。作画急に雑じゃない？かえ、指輪？これ私に？慣れ初めから早ないですか？嬉しい。ありがとう、慎太郎。ね、でもほら、私たちそんな、付き合ってまだそんな、慎太郎、いきなりすぎるっていうか。ペアリング？そうだよね。慎太郎にプロソーバーされてるのかと思っちゃった。なんだろう。俺は何か大切なことを忘れてる気がする。会いたいよ。君に会いたいよ。一体どこにいるんだ。ペアリング2つともあったってことは、今の彼女さんはそのペアリングをつけてないってことか。またレイ。あれおかしいな。またレイって言っちゃった。なんか映りそうだな窓から。全画面攻撃。はいはい、はい、しもしも、あれ切れた。女の子に誰だ？本当だよ。いたずら電話だ。キャベツ干からびてる。そこはいいよ。ゴミ箱あさって何になるんだ。ごめん。ん？風呂場か？いや、玄関かも。靴あるから外に出たら考えにくい。そうか。なんで瓶が落ちてんだ？俺がやったのか。え？俺がやったのかって急にどうしたの？そんな。瓶が割れてるけど。何？自分で割った的な？酒多すぎない？ちょっと。酒多いね。なんかね。トイレ。お風呂場だね。ここは風呂場か。青白い自分の顔が鏡に映っている。なんか妙に息苦しいな。飲みすぎか？なんか何回か調べたらさ、バッてなったりしないよね。大丈夫か。ちょっと期待した。洗濯物が溜まっているな。すげえ日常のツッコミだね。血だ。踏んじゃった。なんだろう、サビかな。サビ。サビは赤くない。おなんだ今の。幻覚か。俺はどうやら かなり飲みすぎてるらしいな。まだ頭がクラクラしてるしな。まあ確かになんかちょっと寝起きで寝足りない時はね、頭クラクラしてるけど、今のはない、絶対に。で、調べてない部屋はあそこか。調べてない部屋がまだあるんだね。あ、でも鍵どこだっけ。あそこにあいついんのか。はい、風呂は調べられない。電話が来たよ。待って。はいはい、今出る。電話が気になる。あ、そっち。わかった。はい。びっくりした。なに今の。なんかプツプツ聞こえるけど、俺のマイク音じゃないよ。ホモだ。あいつ絶対ホモだ。めっちゃ濃い太いもん。あいつ男だよ。あれ男だよ。この慎太郎にさ、好きな男がいるよ。ホモだあいつ。ホモからの電話だったわ。
あ、怖いなー。今なんだなんだなんだ。あー、びっくりした。今から行くって言ってたけど。いや、電話気になるって言っても、今電話出たじゃん。いやいや、電話出たよ、さっき。電話出た出た出た。今から行くね、だって。男は来るよ。ポケットを探った。あ、あった。仕事部屋の鍵を手に入れた。おー、本当に今から来たよ。はいはーい。おー、絶対来るやん。いやいや、来る来る。見とってみ。来るから。ほら、これは分かっとったな。よし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 。今から来たね、確かにね。ドア真っ赤にしてきたね。あかんよ。覗き穴は血を入れるもんじゃないよ。仕事部屋の鍵を手に入れたんで、そこに行きたい。え？なにここ？え、なにこれ？めっちゃなんか、洋風の部屋ですね。プレゼントにネックレスに。やばいやばい。なにこれ？すごい。彼女のバッグ、財布やメイク道具が入っている。おはようございます。ティラと申します。なんか目の前にいたけど。お風呂上がりかな？仕事部屋の鍵やんで、まあ、だいぶ逸れちゃいましたけど。はい、今ね、私見ました。女の人がそこに入っていきました。僕は見た。痛えな、ダメージ音聞こえたぞ。ドカって、痛えじゃねえか。ダメージ音で痛って言いとくぞ。入りますか？入らんとこ。怖い。部屋に戻ってねよ。仕事部屋の鍵を使った。ん？あ、電気がついた。あ、あれ電気。え、消えた。消えた？いや、さっきついたけど一瞬。むしろつかなかったんじゃないの？そんなことより目の前に。ん？あ。え？立ち絵。どうしたの？そんな驚いたような顔をして。え、いや、お前、どうしたのって。お前が寝室にいなかったから。家中探し回ってたんだよ。なんか来そうだな。何言ってるの？私、ここにいるじゃないの。ここに、ずっとここに。うわぁ！な。やってんなぁ。うわ、キャッ。てぇ。すみません、大丈夫ですか？またしっかり休みしてて、お怪我ないですか？はぁ、本当にごめんなさい、お手をどうぞ。大丈夫です。こちらこそすみません。お姉ちゃん大丈夫？ほんとどちだな。早く帰ろう。ほんとすみませんでした。いえ。あれが出会いだったんですね。あの時、初めて彼女に会った。なになに？初めて出会ったんじゃなくて、初めて出会ったんじゃなくて、これ一目惚れのタイプじゃないの？ってことは、一目たしの瞬間から俺の中で何かが切れてしまった。写真を気がつくと彼女の後を追いかけていた。写真を撮ったってことはそういうことだもんね。どうすれば彼女に近づける？おお、もう不審者じゃねえか、ただの。ダメ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 。それはね、過去の俺だからやめとけ。どうすれば彼女に振り向いてもらえる？やめとけ、もう。お、わかるよ。気持ちはわかるんだ。やめとけ、お前。それはまずい。こんなにも。はあ。
これ何？家のとこから撮ったって感じのやつなの？それはまずいよ、いくらなんでも。ストーキングだけにとどめとこうよ。違う、これは夢なんだ。俺もまだ酔ってるんだな。だって君が俺を受け入れてくれないから。一目見た時から俺は君のことで頭がいっぱいで、仕事も何もかも手につかなくて、ずっと君のそばにいたのに君は気づいてくれなくて、こんなにも君を愛しているのにどうして。君が振り向いてくれないからここに連れてくるしかなかったんじゃないか。他の男に取られるくらいなら君をこの手で。次のニュースです。昨日午前2時頃、都内の住宅地にて男女2人の遺体が発見されました。遺体の身元は神谷りんごさん、現場の家に住んでいた鈴成慎太郎さん。昨夜、鈴成さんの会社の同僚が本人と連絡が取れないことから自宅に向かったところ、鍵が開いており、部屋で倒れている鈴成さんを発見、警察に通報したそうです。女性は両手足頭との切断され、ゴミ箱に詰められていたとのこと。男性は心肺停止の状態だったということです。もしかしたらその心肺停止ってあの後なんかあったのかもね。さらに何か怨念みたいなのが来たのかもね。神谷さんは数週間前から行方が分かっておらず、家族から捜索願いを出されており、また数ヶ月前からストーカーの被害に遭っていると警察に相談を持ち込んでいるんです。ストーカーはね、写真撮ったりするまでは良くないよ。わかるけどね、気持ちは。気持ちはわかるよ。うん。そのストーカーに気づかないんだよね。自分がストーカーに。She's in me silent for my heart's no answer. 始まった。嫉妬の曲が来た。はい、というわけで多分これがエンディングになります。これ知ってんだよ、なんかの曲。実はこの曲自体は知ってるんですよ。いやー、でもいやー、怖かった。途中のテレビとか全画面、やっぱ全画面やっぱ怖いっす。いやー、これがあー、いいねー。無理やり自分と口づけていいよねいいねって言うべきだろこれって。俺のファンがいなくなるぞお前、そんなこと言ってたら。She's in my heart. 彼女だけが俺のすべてです。ちなみにこれ最後の一文。Thank you for playing. OK で彼女を無事終えました。ただね、主人公の気持ちがわからんでもない。俺のファンいなくなるわ、こんなこと言ってたら。